こんにちは。皆さん、だんだん寒くなってきましたが、体調崩されていませんか？さて、今日は真面目なテーマで、パーキンソン病による炎症をなるべく食い止めたいをテーマにお話ししていきたいと思います。パーキンソン病の犯人ってご存知の方も多いと思うんですけど、異常なアルファシヌクレインというタンパク質です。この異常なアルファシヌクレインは、レビー小体を形成し、神経細胞の障害を引き起こすことが、手足の震えや動きの鈍さといった症状の原因。これがパーキンソン病です。私が当事者目線でパーキンソン病を調べていたら、脳、黒質の炎症に関わる、火元があるらしいことが分かったんです。炎症の火元は一つじゃない。このアルファシヌクレインのたまりは脳の黒質だけではなく腸の神経、鼻の奥にある嗅球というところからも見つかっています。つまり脳と腸の両方で炎症が関わっている可能性があるんです。でもどこで最初に火がつくのかはまだ完全には解明されていません。腸なのか脳なのか、その議論は今も続いています。この腸から説と脳から説、両方があるかもねっていうことを今回はざっくりとでも知ってもらえるといいかなと思います。どちらが火元なのかという研究は専門家の方にお任せして、私たちが今大事にすべきなのはどこで火がついたかという議論や推測ではなくて、どうすればこれ以上炎症を広げずに守れるかという視点だと私は思います。実録、パーキンソン病を発症した私が腸と脳、嗅覚の状態はどうなっているのか、異常なアルファシヌクレインによる炎症はあるのか、被験者になって調べてみる。嗅覚の変化を調べてみた。実はパーキンソン病の方の約7割から9割で嗅覚の低下があると言われています。割合が多くて驚きますよね。私は鼻が利くタイプだと自分では思っていたし、今も匂いを感じるので、嗅覚障害は私には起こっていないと自信を持っていました。しっかり検査を受けたことが一度もないので、耳鼻科で T&T オルファグトメーターとオーシット J という2種類の嗅覚検査を受けてみました。結果はまず T&T オルファグトメーターから匂いを感じる神経嗅球は 0.6 で正常範囲でした。それでも自分が思ってるほどすごく鼻が利くというほどじゃなかったのには驚きました。そして認知域は 2.8 で軽度嗅覚低下という結果になりました。そしてオーシット J はなんと12問中5問しか合ってなくて、結構間違えました。つまり何の匂いかわからない、かなり曖昧な状態で、もしくは匂いはわかるんだけどこれが何の匂いか思い出せないという状態です。医師からこれら2種類の検査の結果、中等度の嗅覚識別低下と告げられました。びっくりしました。本当に匂いを感じる部分はまだ幸い働いてるんですけど、何の匂いかを思い出す識別、記憶と結びつける力がかなり弱くなっていました。つまり嗅覚を普通に感じることはできても、それを処理する脳の中枢側の働きに変化が出ていたということです。パーキンソン病は嗅覚にまで影響が及んでいるということが分かりました。医師からあなたは中等度の嗅覚低下があるって言われた時に、うわっと思って、気づいてないうちにどんどん弱まってるっていうことに少し焦りを覚えました。ここから腸内環境についてのお話です。お食事中の方はこの先は後ほどご覧いただくことを推奨します。嗅覚よりも腸の不調を自覚していました。
女性なら便秘がちになったりってことは結構よくあるんですけれど、私はコロナになる前、5、6年とか7年ぐらい前からかな、結構便秘がちになったり、お手洗いの後の匂いというかが以前と少し変化したような気はしていたんですね。でコロナ禍に入って自粛期間が長く続いて外に出れなくて、自宅トレーニング、いわゆる宅トレっていうのが流行って、みんな運動不足解消してよってことで宅トレが流行りましたよね。で私も一生懸命筋トレをやってたんですよ、家で。でその時に、プロテインとかも飲んでて、その影響とかもあって匂いが変わったのかなと思ってあまり気にしていませんでした。パーキンソン病と腸内環境についてさらに調べていたところ、こんな記事を見つけました。名古屋大学平山正明准教授の研究です。パーキンソン病の人の腸内で起きていること、フィーカリバクテリウムという腸内細菌が減っている、守りが弱い状態です。本来は酪酸を作り、腸の粘膜を守る、そして炎症を抑える菌です。そしてもう一つ、アッカーマンシア、アッカーマンシアという菌がパーキンソン病の方は増えている、要は攻めすぎている状態。このアッカーマンシアは普段はいい子なんですけど、飢餓状態になると腸の粘膜、無菌層というのを食べてしまう、なんか食べちゃうらしいです。なのでパーキンソン病の症状が重くなるほどこの傾向が強くなる、つまり軽症期ほど早く腸を整えることが重要だと言われています。起きている現象、仮説です。アッカーマンシアが増えて粘膜が食べられてるんじゃないか、フィーカリバクテリウムが減って修復が追いつかないのではないか、要は腸の粘膜が薄くなっています、腸のバリアが破れて腸漏れのような状態になっている、この結果腸の神経や血管に異常物質が入り込み、アルファシヌクレイン、パーキンソン病の原因タンパク質ができやすくなっているのではないか、それが神経を伝って脳へ運ばれ発症に関わるという仮説です。重要なポイント、アッカーマンシアは悪者ではない、少量なら粘膜のターンオーバーを助ける、問題はバランスであり増えすぎが危険、腸は菌のネットワークで動いており、特定の菌だけで良し悪しを決めるのは誤り、全体の調和、酪酸菌とか乳酸菌、無菌層保護菌が大切です。腸内フローラも検査してみました。この記事を発見して、私は腸内環境を整えることはすぐにでも実践した方がいいなって思ったんですね。そこで先月、まずは現段階での腸活開始前の腸内環境を知りたいと思い、自宅でできるマイキンソーという腸内フローラ検査を受けてみました。結果はご覧の通りです。腸内フローラ総合判定は C 判定、フィーカリバクテリウム属割合は 2.16% でかなり少ない、酪酸菌も 2.24% で女性基準よりかなり低いという結果に、フソバクテリウムという悪玉菌がいなかったのが良かった、この菌はいない方がいいんです。そしてエシェリキア菌という大腸菌が 2.47% で腸内環境注意報が発令中、便秘関連菌は 0.68% で多い、もっと減らした方がいい、アクティブ菌という運動習慣がある人に多い傾向がある菌は 1.41% で少し改善の余地あり、まとめ、やはりフィーカリバクテリウムが減ってた、腸内環境が乱れていた、アッカーマンシアが増えていると思われます、その結果腸の炎症によって異常タンパク質が生まれ脳に伝わっている可能性があります。
この他に痩せ菌、肥満菌、美容にいい菌などの項目の結果もあるんですけれど、今回のテーマとずれるので省略します。自分が思ってる自覚と結果ってイコールじゃないなっていうのは、嗅覚検査が自覚してたよりも悪かったし、腸内環境は自覚してたよりもマシだった。自分の体を知るって大事だなって思いました。やはり平山淳教授がおっしゃっていたパーキンソン病の方に当てはまる腸内環境、私もドンピシャだったこと、アッカーマンシアが増えすぎてて、フィーカリバクテリウムがなくなってるっていうことが、もうこれは偶然じゃなくて本当にパーキンソン病初期の腸内環境で起きている典型的な現象、私の体の中で確認されたっていうことです。大事なことは、フィーカリバクテリウムさんは腸の防衛大臣みたいな、減っても育て直すことができるということ。そしてアッカーマンシアも食事とか生活習慣で減らせるということです。私がすぐに始めたものが腸活、腸内フローラを整える。前回の動画から間が空いてしまったのは、この腸活をずっとやっておりました。そして今1ヶ月半経って、次回その具体的な腸活内容と1ヶ月後の腸内環境がどのように変化したのか、新たな検査結果が出ていればそれも合わせてお伝えしたいと思っています。脳にも腸にもつながる神経炎症を少しでも鎮まれと、進行を緩やかにできるように、今日の私の話が悩む方にとって光になったら嬉しいです。この病気は炎症を抑えても抑えても根本部分を取り除かなければ炎症は静かに広がっていくかもしれません。だけど守る力も育てられるっていうことを私はお伝えしたかったです。まだまだ私は治ることを諦めたくない。インフルエンザも流行ってるみたいなので、皆さん体調も崩されないようにお気をつけて、一緒に冬元気に乗り越えていきましょう。それではまた次回の動画を楽しみにしててください。最後までご視聴いただき今日もありがとうございました。